ニュートルズは SSL、TLS と DTLS プロトコルのフリーなライブラリー実装の一つである。アプリケーションがネットワーク通信層を超えて安全な通信プロトコルを利用できるよう API を提供することを目的とする。ニュートルズには以下の機能がある。当初はその名の通り GNU プロジェクトの一環として開発されていたが2012年末に GNU 参加から離脱し、GNU から独立して開発が行われることになった。ニュートルズは GNU、LGPL のライセンス下にあるが、いくつかの部分は GPL のライセンスを受けている。ニュートルズは TLS のようなプロトコルを GNU プロジェクトのアプリケーションで扱えるようにすることを目的として作成された。すでにオパンスルは開発されていたが、 オパンスルのライセンスは GPL に対し非互換であるため GPL の下にあるソフトウェアはオパンスルを使えなかった。ニュートルズは GNOME やセンター IM、エキシム、マット、SLRN、リンクス、カップスで用いられている。ニュートルズ。2013年10月29日閲覧。ニュートルズ。2021年3月11日閲覧。ニュートルズ。 2021年3月11日閲覧。50音順にイタリア語、ウクライナ語、英語、エスペラント語、オランダ語、スウェーデン語、チェコ語、中国語、ドイツ語、フィンランド語、フランス語、ベトナム語、ポーランド語、マレー語。The n e w t o l s Transport Layer Security Library。2013年6月4日閲覧。n e w t o l s i s m o v i n g l w n n e t 2018年9月9日閲覧。マーク・マクローリン、ザ・オーバンスル・ライセンスザ・ GPL。2007年6月25日閲覧。ありがとうございます。